こんにちは。お、聞こえてますね。ありがとうございます。国内が相手が一流なんで、試合に集中したいということなんで、解説集中しないとちょっと無理だわ。集中しないと無理だから、ルカ解説ねっていうことで来ました。早いな。前サード配信見てくれた方は分かると思いますけど、名古屋でMakoto使ってて、まあ稀にこうやって配信のお手伝いしたりとかスタッフしてる感じですね。まあこれが奴隷だと思ってもらって差し支えないです。このレバマジなんだ。で今日相手はチャンスさんっていうMakotoで、危ない。まあ僕よりぶっちゃけ強いと思います。まあ僕も前回黒帯でってことで紹介してもらったんですけど、チャン黒人さんがレバー悪いとか言ってるんですけど、ここのレバー1週間前に新品に僕がレバー悪いのか俺が下手なのかなんだけど、あ、俺が下手なのかね。あ、よかったよかった。どっちかね、確信しました。2択だったら下手ね。下手ですね。レバーが悪いか国内が悪いかだったら、一応レバーは新品っていう情報だけは共有しておきます。マジで僕はね、国内の奴隷だから平日も配信の設定するために2日間来てましたからね今日テルボーはいないですね。テルボーを知ってる人結構ニッチですね。ニッチというか僕端っこちょっと映ってるな。だからもうなんなんこれ。まあコメント見ながらですけど、そろそろ画面の方も見ていきましょうか。せっかくなんでコメント拾いつつMakotoだったり見つつ、バラをさっきから国人さんが投げてると思うんですけど、あれダットリーの攻撃力がアップするんで、大ダメージを取って攻撃力アップした状態で次の攻めに入れるんで、結果的に2分の1をする回数が減ってますね。2択に頼らないっていうところですね。だから、頼ってるんですけど回数を減らしてるんで、さあここはもう挨拶代わりのロケッパー。Makotoはカニパンのコンボがもうギャラ限で激痛いんで、芸談を食らうわけにはいかないっていう感じですね。さあ国比がMakotoのダッシュとかクワードをペチペチ潰していって、端詰めてロケッパ、これはだいぶ苦しい。ゲージ的にはバラで歩きダートでたまるくらいだけど、うまい。端から逃がさないですね。これちょっと真剣な勝てないです。ごめんなさい。ちょっと黙ります。俺多分皆さんスト5の時のエンジョイの黒人さんしか知らないかもしれないですけど、本当にサードは超一流ですから、喋るよりないですね。正直チャンスさんも本当にトップ30人とかに全然お互い入るような超一流プレイヤーたちなので。うまいな、ちゃんと上も見てるからのからのさあ Q3 はもう禁煙ですね。やっぱり今はもう一応外で喫煙所あるんで、そこでっていう感じですかね。タバコ吸えなくて弱体化はするんじゃないですか。ちょっとまあでもチャンスさんも喫煙者だったはずなんで五分ですね。さあ黒人さんもしっかり悪い1ラウンド目からゲージを作って2ラウンド目取り返すという、ベストのやっぱお互い一流ですね。っぱロケッパ、これでフォークだったら多分まだ死ななかったんですけど、ロケッパだったら死にますって言おうとしたらミスったけど、まあ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 、はいよ。大パンが壊れたって言い訳してきました。大パンが壊れたって言い訳してきました。大パンよくやってるのに、大パン壊れたって言い訳してきました。大パン変えていいですかって言い訳してました。チャンスが。すげえさ、まあ、2連敗した瞬間に言いました。勝ってる時は言わないのに、勝ってる時は言わないのに2連敗した瞬間に言いましたね。チャンスさん、どうしたんですか。大丈夫。まあこれからだから。いやチャンス強いな、早いわ。寝起きにチャンスはちょっときついな。いやもう喋ってない、もうルカに任せた、喋れないこれはっつってちょ真面目にやるやつって喋らずやって2連勝だから、みんなわかるよね、気持ちわかるよ。全勝った埋まるんだ、埋まる、ああだ埋まる。そいつらでも、そいつらは大パン出なくてもいけたけど、俺は大パンちゃんと出てくれんと困るってことね。あ無理無理ですか。ありがとうございます、大パン出ないと無理ということで、チャンスっていうのは僕がクーペで優勝した時のチームメイトでありますね。そうそいつと一緒にやるということで、そいつと一緒に今日はせっかく大阪からね、俺とやりに来てるんですよ。なまってるからちょっとみたいな、まあ実は俺がなまってるんですけどまあなんとかね、名古屋に来た意味があったと思わせたいですね。頑張ってやって、まあチャンスさんが今日は遠征で黒人さんとやりたいって言って来てくれてるんで、まあ今日は黒人さんとみっちりやってもらおうかなっていう感じですかね。またオジリーグ終わったら黒人さんもサードやり込みたいって言ってたんで、その時にはまたいろんなプレイヤーと黒人さんが対戦してるとこが見れるんじゃないかなと思います。みんな詳しいねひろちゃんとか梅さんとか。さあスト5で鍛えたジェッパ対空がちゃんと飛び出て、さあ細かく誠の飛びじゃない、じゃダッシュを止めるしゃがみ中盤を置いてたら、マシンガンが暴発、激痛いけど、まあ正直ゲージ的にはだいぶいい感じになりましたね。誠はゲージ使って、黒人さんはフルゲージなんで、ロケットアッパーでバラ重ね、さあカニパン痛い方、まあぶっちゃけどっちでも死ぬんだけど多分何がなんで詐欺じゃない、狙ってるよ当たった時は狙ってるから。さあクロスカウンター暴発だろうというチャンスさんと、いや出したと主張する黒人さん。じゃあマジでこれ暴発しまくるな。誠は歩きが遅いから結構だったりに近寄られると苦しい感じになる。さあお互い不利な対戦からのいきなり、ここは静止線使わない、まあ、使っても今死ななかったんで使わないで、もう一回殺しきれるときにきっちり静止線を吐いていくと。黒人さんはもう溜まってるのでガンガンいくだけ。誠はちょっとゲージ溜めながらゆっくりいきたい感じかな。さあ体育しっかりチャンス、これ先ほどからこれがうわ汚なこれ死なないぞ。さあこのジャックマシンガンは半角、誠の正中線は当てて不利っていう技で、相手吹き飛んでぱっと見誠側が置き攻めできるように見えるんですけど、ナッツリーとかそういう起き上がり早いキャラには反撃を入れられちゃうんですよね、当ててから。中央は相手が大きく吹き飛ぶんで基本的には大丈夫なんですけど、ああいう画面端とかは結構ああやってマシンガンとかで反撃されちゃいますね。さあしゃがみ台形を一方的に刈り取っていく。無理、あんな当たるんか、こんなのとハニパンをね、いい感じで当たりましたね。当てて不利の消費ですね。まああれだけ減るんで全然いいですよ。僕は結構誠のそういう欠点があるところも好きです。あら話は読まれている。2択に頼っていく黒人。さあこれも読まれている。2択に頼り切って投げてまだワンチャンある。画面端さあダートダートおかわりしていたが芸術組のダートダートロケッパが多分 EX マシンガンに最後暴発しちゃいましたね。いやかなり勝ちに行く選択肢ですごい良かったんですけど、先ほどから相手の攻撃を下ブロッキングした後にタッチショー系ジャックハヤテを入れてるんですけど、あれはラットリーがブローられた時にショートスイングブローを打った時にもちゃんと反撃できるんで、決して安いわけじゃないんですよね。ブロッキングカラクサとかも入るは入るんですけど、さあまくりに行く選択肢だった。ダート TC に前ブロッキ上げ、勝負の時は結構僕も狙ってきますね。あれは10番ダッキングロケッパと見せかけて投げ、あがっやっちゃった。これはまたつながらないが、さあチャンスちょっとおしゃれ。さあ端攻めは前ブロで切り返して、さあなんかちょっと急に画面端をしょっちゃってる、やばかったけど、まあまあまあナイスパワーですね。危ない危ない、ナイスカバー。プレッシャーがお互いかかる場面はミス出ますよね、格闘ゲームは。そうこれがねちょっとこのゲームの悲しいところというか、福田さんが対空するのがすごいうまいんですけど、それがブロッキングで対空をなかったことにできてしまうという、ね、一応なんか今日は多分何先っていう感じではやってないですね今は。まあ、最後どうですかね、まあ5先とか頼めばやってもらえるかもしれないですけど、多分見る側としては数決めた方が面白いは面白いですよね。今日は僕も完全に動画勢側ですけど、ジェッパじゃないと勝ちにくいですねやっぱり。さあこれは途中ブロッキングしてかすり当たりになったので、その場合だけ追加コンボが入りますね。ピザジェッパ出ましたね、ピザジェッパダッシュジェッパ俺が出したら食らうから他のダットリーが食らう出すとガードされる、ね、いやこれ見てこれ、はい、これで当たるんだよ。確かに俺しか当たんないからこれ